ー監督就任噂のシャビアロンソ、有能すぎる。シャビアロンソ監督のレバークーゼン今季の成績公式戦10試合9勝1分37得点1試合平均 3.77 失点1試合平均 0.7 システムは3-4-1-2ブンデスリーが首位 EL グループ H 首位ポカールハイベスト32進出昨季、アロンソ就任前は降格圏内のチーム。アロンソすげえ。めちゃくよやんけ。シャビアロンソ有能すぎる今後必ずにトップが復権するって誰かが言ってたけどその先駆者になりそう。得点が多いということはしっかりと戦術を落とし込んで実行できてるんだな。しかも降格圏からここまで上げてきてるのは期待できる。これは波動を歩む予感がビンビンしますね。シャビアロンソは個人的にかなり好きな選手だったから監督としても活躍してんのマジで嬉しい。もう名将の香りがするね。次はレアルか、リバプールか。マドリーにふさわしい。カルロの次があるならシャビアロンソがいいな。クロップの公認アロンソで。シャビアロンソ監督としてもすごいな。